はい、皆様、こんにちは。えー、読みたん、すごい雨ですね。えー、今週金曜日、慌ただしかった一週間もようやく終わりました。えー、この大雨の中で運転されている皆様、くれぐれもお気をつけて、えー、注意をして運転よろしくお願いします。で、金曜日の午後5時、えー、ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーの時間になっております。で、オープニングで おかけしている中島美香ちゃんのスマイリー。えー、今日の素敵なゲストさんと一緒にこの、えー、内容についてまたお話があります。皆様もうしばらく美香ちゃんの歌声をお聴きください。では後ほど。 はい皆様また改めてご挨拶させていただきます金曜日の午後5時、えー、ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーの今日の、えー、パーソナリティはキララでございますよろしくお願いしますはい、えー、いつもですね、えー、ナースリエさんと、えー、香里ちゃんが来ていただいている時もありますで、私一人の時にはゲストの方をお呼びして素敵なゲストの方のお話を、えー、いろいろとお聞きしてますで、今週もですね えー、先ほどの、えー、美香ちゃんの「スマイリー」という曲にこれはやはりですね、えー、この方がとっても素晴らしいゴールデンスマイルの持ち主だからということもありますしシンクロですね何かあの最近の私の中の <laughs> イメージであの先ほどの歌詞でどんな時も心の底からスマイリーこんな時こそ心の底から体の底からスマイリー何かそれをそのままそっくりそのまま表現されている。 えー、ゲスストトのの自己対話セラピストの国哲夫さです、ねえー、前回お話しした時の続きという形で、はい、お話しおしゃべり、ね、お聞きしていきたいんですけれども、えー、てっちゃんですね、はい、今のこの、えー、そうですね えー、中島美香ちゃんんの作詞だったんですね私大好きでね毎回美香ちゃんの曲を聴きながら読谷 FM さんにこちらに向かってくるんですけれどもなんか今日やっぱりこれだなと思いながら、はい、歌詞の方をねうん、うん、さっきあのスマイリーゴールデンスマイル哲夫さんにね調べていただいたんですけど <laughs> そしたら歌詞が。 作詞が中島美香ちゃんだったということに気づきまして、うん、やっぱり素晴らしい、はい、あのルックスもねビジュアル的にも素敵な方なんですけれども歌声も素敵で、うん、こういうやっぱり才能をね素敵な歌詞を書いてますね。うん、例えばですね,ですねそうです、ね、あの例えば「いらないなら捨てちゃえ悩みがあるなら寝ちゃえ」みたいな、はい、で毎日をシンプルにつないでいくのが幸せで無駄なのは嫌なんだ。 笑笑えるだけ笑っていればいいればさと、はい、でどんな時も体の底からスマイリーこんな時こそ体の底からスマイリー。ねなんかこういう歌詞ですよね。はい、こんなのもありますよ。辛い顔してちゃ絶好の悪魔の餌食になってしまう,うん、うん、疲れたのなら座れ、はい、頑張りたいのなら走れ、うん、これからはシンプルに頭は柔らかくいこう、うん、しつこいのは嫌なんだ笑うしかないから笑っていればいいさと。 全くそその通りでですすよねそうなんです、ね、いい歌詞ですよね。なんかねさっきあの歌っていてもね、はい、軽快な、ね、音楽に乗せてこう歌っていて、うん、それでこういい歌詞だなと思ったんですけど書き写してる時にね何、はい、かやっぱりそれをやっぱりいい歌詞だなって認識またね思いましたね。うん、で、えー、哲夫さんはねはい、はい、前回2回出ていただいた時にけっ、はい、ちゃんはあの自己対話セラピストということで。はい ちょっとお話をいろいろ伺った時に「はいえー、自己体はそれは問題は外側ではなくて、うん、内側にあるんだよ」問題というかねまあ答えがあそうで答えですね、はい、問題はではなくて答えですよね、うんはい、問題を問題というかの自分が問題と思っていることを自分が見ているという感じでよろしいんでしょうかね外の世界に反応してるって感じですが 良いこと悪いことっていうううに自分で判断していると、うん、ことですよね。ではですねこの自己対話セラピストとして今、はい、あのとても素晴らしい活躍をね、えー、されているてっちゃんなんですけれども国さ田さんね、まあ、今もねセミナーも大人気です自己対話セミナーということで、はい、一度に何人も,もう大勢来ているようなセミナーをねされていて今本当に、はいえー、この時代のね ちょうど必要とされている時になんか現れたって感じのイメージが強いんですけれども、<laughs> はいはい、ありがとうございます。そうですね。このな、うん、まあ自己対話っていうとやっぱりあれですか、はい、内観ということと同じことになります。またそれともそあそうですね。そのままその内側を見る内観です、ね。内側を見る内観ですね。はい。うんうんあのまあ。 あのブログなりフェイスブックなりでお知らせしているんですけれども、うんはい、この真相に迫るということがあるので、はい、<laughs> さっきもねちょっとお話しててて、はい、国定さんが、はい、それではですね今日最初にお聞きしたいのは、はいえー、国定哲夫さんがこの自己対話ねこれに行き着いたっていう、うん、この内観の必要性とかね、うん、そういうのに至る,に至るまでにね、うん、あのやはり てっちゃんも最初からあのゴールデンなにカッ <laughs> と笑ったのね本当にプロのカメラマンさんも <laughs> いいねその笑顔っていうね <laughs>、はい、もうカチッとはまった素晴らしいはまったというとあれですけれども、うん、ナイスなね笑顔があるわけじゃないですかでももともとそういう笑顔でいらっしゃったのかなっていう、はい、どういう状態でそ,のそこに行き着いたのかっていうことなんですけれども。はい ちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか。うん、そうですね。あのー、基本的にはずっとこの笑顔だったってことにもなってしまうんですけど。<laughs> 写真とか見ると、はい、お写真見てもそういう感じ？そうですね。ただあの昔と今と大きく違うのがありまして、はい、あの昔は作り笑顔がうまかったんですね。 うん、うん、今もやれって言われたらいくらもできるんですけどもにかってね <laughs>、はい、ハンコでついたみたいな、はい、スタンプみたいなあのただ表面だけの笑顔だったものが、うん、このまあ去年の十後半ですねまあちょうどこれぐらいの十一月ぐらいに、うん、まあこのセラピストであったり、うん、まああのー 内,側を見る内観するっていうですねセミナーを、えーまあ、上がり浜にある菩提寺さんというところで受けまして、ええうん、それからここれがが自分分の内側を見るっっっててとなんだかた、ええええ、でそれからその自分の内側を見ていくと、ええ、あ自分が悩んでいたのはこういうことで,、うん、で自分が求めていたのはこういうことなんだなっていうのが分かってからは、うん、本当にこの 自分の中から出てくる笑顔心の底からね。心の底から<ー>、はい、それに変わったと。変わったと表面的にはもしかしたら同じかもしれないんですけどそ<う>僕自身の,その心持ちがすごく違っていて内容が変わってるんです、ね、そうですすねねそうん、深,深みが増した。うん、ああのよくねこ,れ、はい、こういうこと言うとあのアメリカンスマイルってあるじゃないですかなんかねアメリカンスマイルって本当にレーガン大統領とかね、はい、あるいはあの。あ カーター大統領、歴代の大統領たち、あの、にこって笑って。ゴールデンスマイルというのは、とりあえず、歯を、八本見せるらしいです。上ですか、下ですかって言われる、あの、両方だと思います。合わせて八本以上見せるっていう。てっちゃん、本当に、歯医者さんの息子さんですか、ぐらい。そうなんですか。実はそうなんです。あ、やっぱり、本当そうなの。あ、いや、当ててるさ、知らなくて。そんな歯医者の息子だったんだ。じゃ、そういう意味もあ。 アメリカ人は笑顔と歯並びにすごくこだわりますよね。白い歯で笑顔がやはり人と人をねすぐ打ち解けてねすごく笑顔があるとハッピーも寄ってくるっていうそんな印象ですよねアメリカっていうとね発展している先進国としてね。でてっちゃんの笑顔を見るとアメリカンスマイルっていうのも出てくるしなんかこう素敵なね ちゃんとやっぱり歯医者さんの息子さんだったんです <laughs> これはなんか納得ですよね皆さんもねあの私いろいろお話ししてるんですけど多分知らない方あの、うん、まあ、Facebook なり何なりで見ていただいた方はもう納得されて今そうだよねって思って笑ってらっしゃると思うんですけども <laughs> あのどうぞこの素敵な笑顔を見ていただいてですねの <laughs> ニカッともうねいつでももう見えてる白い歯みたいな感じなんですけど、はいはい そうじゃあその上がり浜というと西原にす西原町ですかね西原のところですあちらの菩提ュさんというところで最初から自己体はセミナーを受けたわけですかね内観をすることが大事だよというような自分らしく生きるための講座というのがあるんですけどもそれを受けさせていただいてその内容の中で内側を見ていく問題を外に見るんじゃなくて内側に見ていくと。 これ時間でいうと例えば日にちとか時間何時間ぐらいで受けられました大体で今はちょっと内容が変わってるかもしれないんですけど、うん、<は>当時は全、うん、4, 4日の講座だったと思,日間思ってます、はいうん、よく大体アバウトそのあたりだったなという印象で、はい <laughs> はい、1>, 1年前は相当日にちたちましたからね。 そそそれでそれででがきっかけそうですねもともと自分の中を見るというかですね、うん、自己啓発であったり、はい、まあ自分の機嫌を自分で取るといったような<ー>そういう考え方は好きだったので、うんえー、そういうのは 知識としてはあったんですけども体感としてあこういうことねっていうのが分かったのがそれが一番大きいですねそれがきっかけですね。今なんか素敵な言葉がありますね自分で自分の機嫌を取るというかよしよしっていうことで、はい、自分をこうあやすみたいなそんな感じのところはもともとお好きだったっていう感じですよね。そうですねこれから今 コマーシャルに入らせていただくんですけれども、はい、またコマーシャルのあと続けてこのお話を詳しく伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 はい時刻は午後五時十七、えー、分を回ったところになります FM 読みたんミラクルエンジェルズのキラキラパーリーをお送りしていますさてそれでは、えー、コマーシャルの前のお話、はい、てっちゃん今日のゲスト国定哲夫さん、えー、自己対話セ,セラピストの国定哲夫さんをお招きしていますはいその続きをお聞きしていきますね先ほど何か自分で自分の機嫌を取るっていうお話が あったんですけれども、はい、えっとまあ、これに関連してですね、はい、自分のことは自分の面倒は自分で見て、うん、え下げるのではなくて上げる <laughs> っていうことですよね。そうですね。あの確か斉藤一人さんか誰かの言葉だったと思うんですけども、うんうん、まあ,あの人に機嫌を取ってもらおうとする人が、うん、まどうしても多くなってしまっていて、<ー>うん、はい。 あのまあ僕らセラピスト的に言うとというかスピリチュアル的に言うとエネルギードレインな人ですね。エネルギーバンパイアとか。なあ,あの人のエネルギーを吸い取って自分が元気になろうとするというのを、はい、エネルギーバンパイアという言い方をしますよね。そうですね。はい、まあそんな感じでまああの何、ー、ですかね。誰かに機嫌を取ってもらおうと例えば家で奥さんにとか、うんうん、え会社に行ったら部下にとかうん、うん、そういうそのエネルギーを誰かからもらおうと機嫌を取ってもらおうとする。 ことになってしまうと、うんうん、あのー、あまり皆さん、みんなが、うんえー、幸せになりにくいと。そうですね。それではなく、自分が自分の機嫌に責任を持って、うん、自分で自分の機嫌をしっかりと。保っていくというか。そうですね。体調管理と同じでね。体調と一緒で、その、はい。 機嫌というかね、感情もちゃんと自分でっていう、上げるというね、はい、上げ下げ自分でできますからね。そうですよね。コントロールできますよね。できないと思ってるだけ。あ、そうですそうです。はい。気がつかないんですよね。そうなんですよね。なのでそこら辺があのをうまくできるようになれば、まあ僕自身幸せになれるので、幸せになるためにどうするかっていうのをずっと考えていて、そういうのにも関心があったんですよ。でその中でまあ行き着いたのがやはり内観。 そもそも自分は何を考えているのか,か、うん、何に反応しているのかうん、うん、でそれが分かればじゃあどうするかが分かるんでまああの最初にねやっぱりスマイリーっていうスマイリーねゴールデンスマイル えー、国定哲夫さんっていうぐらいあって、はい、この歌詞やはり私の今日ねあの今朝今朝じゃないね今日向かってくる時のインスピレーションでね、はい、さっき哲夫さんも一緒に歌詞探すのを協力していただいたんですけども、はい、やっぱりこの歌詞今おっしゃってることとリンクしてますよね。この中島美さんね,ですねももううう一度言うと、はい、もう例えば スタートがだからどうしたいつだって大げさな物語ドラマティックな展開に浸ってるだけじゃないこれちょっと何かお友達か誰かにそれを聞かされてお友達がね機嫌取ってもらうというか自分を何とかしてもらおうとしてるようなイメージもうまたその話もういいよといつまで聞き続けりゃいいのっていうのがあって暗い顔してたらせっかくの可愛い顔も不細工になっちゃうよっていうことを言ってそこでいらないなら捨てちゃえ悩みがあるなら寝ちゃえ うん、シンプルだよってことを言ってますよね,そうですね自分をあやすってことはそこにもねありますよね何か悲劇のヒロインになってしまうと、うん、楽なようで苦しいっていう実は <laughs> 実はだってそこから抜けられないのもねそうですね、うん、で毎日をシンプルにつないでいくのが幸せで、うん、無駄なのは嫌なんだ、うん、笑えるだけ笑っていればいいさ、うん ね、人誰かに笑わせてもらおうっていうんじゃなくて、うん、自分で笑っってていくってことそうですね,ねだそこももちろん無理に笑うんであれば、うん、あまりその幸せじゃないと思うんですけども、うん、やっぱり自分の何に自分が傷ついてどうなのかっていうのをちゃんと自分で認めてあげると、うん、自分の中で感情が終わる感じがするんですよね。でこの歌詞でまた面白いな美香ちゃんのこの歌詞って面白いなと思うのはならばそうしていつだって進まない物語。 君のおかげで君よりも君のことを知ってるおかしいですね、うんはい、周りの人ああそうだったんだそうなんだこんな感じでいいですかみたいな感じで歌詞があります、うん、辛い顔してたら絶好の悪魔の餌食になってしまう、はい、疲れたのなら座れ頑張りたいのなら走れ、うんね、これからはシンプルに頭は柔らか,柔らかくいこう、うん、しつこいのは嫌なんだ 笑うしかないから笑っていればいいさ。うん、どんな時も心の底からスマイリー。こんな時こそ、心の底からスマイリー。うん、こういう歌詞ですよね。うん、何かこう自分にこう潔いですよね。自分にもうしてるというか、うね、あの何かあの諦めてるのではなくて、うん、受け入れてるっていう感じがしますよね。うん、ね歌詞の中にもあるように。まあ,あの疲れたなら座れと。 頑張りたいいななら走れっていううってうどちのでもそれをなんかどうしてもこの誰かに聞いてしまう別に会話なんでいくらでもそれはいいんですけれどもうん、うん、私どうすればいいみたいな年中ね年中,年中その誰かに自分の道あの進むべき道を尋ねてしまうような習慣になってしまうと自分のことがどんどん分かんなくなっちゃうんですよななりますね迷迷路路ののようのよううにね。 あとスパイラルっていうかね、うん、<laughs> そこから抜け出せないっていう感じですよねだからあのまあテレビ番組も僕はあまりテレビほとんど見ないんですけれども、えー、やはりその最近のテレビだと、えー、テロップが出て笑うタイミングを教えてくれてありますね笑いとかね、うん、そうですね、うん、あのみんなであのみんなと同じタイミングでみんなと同じことをするみたいな、うん、そこに安心感を覚えてしまうと楽は楽ですよねそうなななんんでですすよね、うん、自分じゃなくなるんですけど 頭使わないいってうかななんかか向き合わくてて済むっいうねでも現代人がだから向き合わなくなったっていうのはいろんな理由があったとして一番何が理由だと思いますこう自分自己対話昔の人はね自然の中にいてテレビもラジオもない時日が暮れたら寝てたっていう時嫌顔でもね畑耕しながらとかね。自分のことを考えるんですけど思いますよね。今 どういうそうですね、うん、まあ僕が思うにやはりあの自分で自分のそのことを決めたくない,ってい,うのい決めないで決めるって何かしたら決断ですよね決断ですねで決断に伴うのが責任なんですよね、うん、責任を取るはいうん、うん、何か右に行こうと思って右に行ったら失敗だったと思った時に、うんうん あの時左に行ってればよかったのにって自分を責めちゃう、うん、で自分のことを責めると自分が苦しくなってあ<ー>、うん、その自分で自分を責めるっていうのが苦しいのをみんな知っているから、うん、まあ誰かの言うことを聞いていこうみたいな、うん、そうすると社長が言ったからとか親が言ったからっていうふうに言っておけば、うん、まあ 失敗したにしても人生がちょっとうまくいかなかったとしても自分で自分を傷つけることが少なくなる気がしてるっていう気がしてい、実際はあんまり関係ないんですけどね。誰かに従ってる方が楽それで傷つかなくて済む後悔しなくて済む誰かのせいにしてれば何か失敗してもね責任取らなくていいそうですね。だからまああの そうですね、えー、テレビなんかでもそうだと思うんですけどもやはりこの強い発言をする人、ええ、あなたはこうです、ええ、みたいなうこうでこうすればいいんですっていう言い切り系のこのもしくは毒舌系の人が人気が出てると思うんですよね。そそ、うん、そうううういいえばそうですね強人にあのー 憧れるもしくはくっついていくうん、うん、っていうことに慣れてしまうとどどどどん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 自分のことを見なくなくるそうすると外ばっかり見てるから、うん、自分のことがわからなくなって、うんまあ、ありのままであったり、うん、自分らしさであったりうん、うん、そういったものに憧れるんだけれども全然わからない、うんうん、っていうところがまあ 人生の不安だったり、何だったりってことで、まあ、いろいろくっついてくるんだろうなと。ということですね。さ、あ、責任取らなくていいんですよっていうのは、本当に響きますね。あの、責任逃れというかね、向き合いたくない。自分本当の自分に向き合いたくない。それは、向き合うことには痛みが伴ったり。あの、それを受け入れるってことを知るってことは、やはり自分をほら、幻想で見てるという。幻想の自分、幻想の私は。いい人、みたい、みたいっていう。 気持ちも入ってきたりしますよねそうですねもっとかっこいいはずだもっとできるはずだもっとみんなに慕われているはずだみたいな。でも等身大で見るとか本当にまっすぐ自分を見るっていうことっていうところからやっぱりスタートするっていうそうですねそこまずは受け入れる。はい、うん、そこからスタート 今まで見てこなかったんで見るのは嫌だと思うんですけどうん、うん、どうしても自分のことを自分が見てうん、うん、自分で気づいて、うん、自分が自分を認めて、うん、で自分が自分を許して、うん、そこから自分の人生が始まると思うんですよね。うん、あでも今おっしゃったね本当にねそうですねデモというか全くおっしゃる通りですよね。あのそこからが人生のスタートっていうね、うん、今おっしゃいましたよね。はい、確かだかだら 生きてはいたんだけれども、うん、それは本来の自分の人生を生きていなかった状態から、はい、自分をしっかり見据えて、うんま、もうしっかりそれを受け入れる一回、うん、そこからが人生のスタートそうですね、うん、そういうことがやはり「ゴールデンスマイル」「てっちゃん」にもあったということですね <laughs> そうです、ね、そういう瞬間がね、はい、うん、うん、やっぱりそのうん 親の言うことであったり、うん、友達の言うことだったり先輩だったり上司の言うことっていうのをもちろん、えー、大切な意見として聞いていくんですけれども、うん、それに100%委ねてしまう従うはなくても。でもしそれを従い続けてしまうと親の人生を生きてしまうんですよね。 うん、私はこうしたいじゃなくてあの人がこう言ってたっていう主語が自分じゃなくなっていってしまうんで,、うん、で自分が本当に何をしたかったかっていうのか聞かれたら、うん、あなたはどうですかって意見を求められたりね、うん、どれがいいですかって言われた時に選べないってことが起こりますよねはいあの人様の意見で生きてるとそうですね わかんないみたいなね。もったいないですよね。うん、たった一度の自分の人生なので。そうですよね。で気がつくのが早いに越したことはないっていことですね、うん。そうですね。そうですね。あの自己対話セラピスト、えー、国定哲夫さんの今のお話で、えー、どうでしたでしょう。私もちょっといろいろかなりね考えることありました。またこの続きコマーシャルの後でお送りします。はい、お願いします。はい。 えー、それではコマーシャルの後、えー、ただいま時刻は時午後5時30分を少々回ったところになっています、えー、今日のゲスト、えー、自己対話セラピストの国貞哲夫さんをお迎えしてお届けしていますはいそれではてっちゃんはい、はいえー、まあそういうことで、えー 色々と先ほどお話伺ってきたんですけれどもでは実際にですね、はい、えこれをお仕事として、うん、え自己対話あるいはあの内観の必要性とかをね、はい、あのお知らせしているお届け、まあ、皆さんのねお伝えしているということですよね。例えば私は、うん、あのエンジェルカードという手段を使ってね、はい、カードリーディングで目の前にこういったものを、うん、えそのお客様がね引、うん、いて。 自分,で引いてい自分で質問した答えをその自分で引いたカードで、はい、そ,のその意味を私の方からお伝えするということですね。うん、目で見て確認しながらはっ,っていうのがある。はい、大体罪悪感であったりとか、うん、あるいは状況をまっすぐ見ないであるいはそのメッセージとしてはまっすぐ見ましょうとか、うん、あの自分自身を受け入れましょうとか、うん、手放しましょうとか、うん、そういったメッセージがよく出てくる。 でそれを、えー、お伝えするとやはり短いセッションの時間でもね、うん、たとえ20分30分でも号泣される方が出てきたり、うん、あのやはり答えってやっぱり内側に全部持ってるんですよね。持ってますね。ね、あの毎回毎回それで、あ、もうあのその本当の答えとかそういうものに行き着いたときの人の、うん、この腑に落とした瞬間の気づきっていうのはものすごい、うん、あの効果というかね、効果ってなんて言うんでしょうね。はい 気づきがいですよね、はい、そうした時に何か新しい扉が開かれるという印象を持ってますで実際に親の言いなりであったり、うん、誰かいい子って言われる言われたい、うん、例えば長女,長女さんとかね長男くんとかね、はい、あの特に女性私のところ女性がもう8割から9割ぐらいいらっしゃるので、うん、長女の方はねやはり親の 希望を背負ってますから、うん、もう何かあのいい子でいなきゃいけないっていうそのあるんですよねその思い込みというか、はい、まあ思考体というね、うん、でその期待に応えようとして一生懸命生きてきて、うん、それで期待に応えられなくてそのジレンマ、うん、ギャップで苦しんで、うん、例えばそれで結婚したりして、まあ、離婚があったりとかね、うん、どん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 追い詰めていくんですよね。いいいいい子でいたっいっっててうこれってやっぱり親の、はい 意見で、うん、そこに従ってこれをしていればいい子、うん、でここから外れると悪い子、はいね、親の価値観で生きてる、うんね、そういう感じの方にはそのカード以外にもねエンジェルヒーリングと他のヒーリングをどんどん使ってね、うん、気づいてやはりどうしてもやはり気づくのが一番大事ですから、はい、気づいていくということをセッションで行わせていただいてるんです。うんうん、でこれを 哲夫さんの場合は、ゴールデンスマイリー哲夫さんは、どのように、どういうふうに。紐解いて、セラピーをなさってるんでしょうね。そうですね。まあ、僕も、あの、カラーセラピーをしますんで。カラーセラピー。ボトル、ボトルの、カラーボトルの。そうですね。カラーボトル。はいはい。で、その、まあ、カラーセラピーを通じて、まあ、あの、そこを。なんですかね。糸口に。糸口クライアントさんの、その、心の声を、クライアドさん、クライアントさんの中から。 出してもらううとい感じでまずは引き出す。引き出でいろいろこちらから質問をさせていただいたりもして先ほどキララさんのおっしゃってたようにカードを見てカードで例えば手放しのカードが出てますよと何か心当たりありますかみたいなことを言うとやはり自分で自分の中に答えを探しに行くんですよね。はい 人間の脳ってすごく面白くて、質問すると探すんですよね。探しますね。うん、自動的に。ね、本当ですねで。そしていつまでも探すんですよね。うん、探し続けてますね、答えをね。可愛、はいうん、い,いでかわい,いというか、けな <laughs> げですよね。そうですね。とてもけなげ。うん、<laughs> はい。 だからそのまあ逆に言うと私ってなんて不,不幸なんだろうと思っている人は不幸を探し続けてしまうんですけども <laughs> それどなのでそのセラピーを通じて、まあ、カラーセラピーであったり他の手法であったりで、うん、そのクライアントさんの中にあるクライアントさんの本当にやりたいこと うん、うん、あの、まあ、僕はお伝えするときのゴール設定っていう風にお伝えして。るんですけどもゴール設定ですね。目標、ゴール、はい、ゴールですね。はい。本当は何がしたいのかっていうのを、まあ、先ほどお話ししたように、なかなか。見てこなかったので、うん、曖昧になっちゃってるんですよ。え、ね、とりあえず幸せになりたい。うん。うん、うっすらと思ってるわけですね。<laughs> はい。 強烈にではなくてそのため何が必要だと思うかというと、まあ、とりあえずお金があった方がいいんじゃないかとか、うん、とりあえず結婚した方がいいんじゃないかとかまあ、ねうん、とりあえず友達が多い方がいいんじゃないかっていうとりあえずの人生。でとりあえずお金を手に入れて友達が増えるように何かこの人間関係を頑張ったりとかするんだと思うんですけどもそうすると結局とりあえずなんで。 思ってた金額であったり、友達関係ができたとしても、うん、やっぱり一番最後のゴールのその幸せに行き着いてなかったり。しますよね。はい。あの、渇望感っていうのは消えないような気がします、ね。そうですね。とりあえずだとね。うん。間に合わせ的な感じだった。間に合わせなんですよね。はい 本当に何が欲しいのかな本当は何が欲しいのかなっていうのをお話をさせていただく、まあ、コーチングの手法なんかも取り入れながらお話をさせていただくことで、うん、本当にその人のやりたいことがその人にが気づいてもらえる、うんうん、そうすると気づいたあとは正直あまり僕の仕事はなくてですね、うん、もう気づけばあとは勝手にそのために必要なものは何なのかどうすればいいなのかっていうのを、まあ、あのお客様が考え、あのー 自分で答えを見つけていけるので、うん、まあその最初のお手伝い と、うん、といううころににはなるんででですすけどもね確かにそうですねね、うん、気,気づくのが大事自分僕がお伝えしたいのはもう本当にすべての答えが自分の中にあるので、うん、こんなに簡単に自分の中から答えが出るんですよと、うん、もちろん深いその気づきを得るために僕らセラピストはいるんですけれども、うん、あの毎回セラピストのところに来なくても、うん、自分でできることはたくさんある。 そうですね。うん、まあ一つはあのすごくいつも皆さんに簡単にお伝えしてるんですけども、うん、紙に書くってすごくいいと思うんです、ね。大事ですね。書くことってね。はい。前回お話ししたかちょっと覚えてないんですけども、あ,どどはい、あのやはり。 自分がやりたいことって紙に書くんです。うんうん、あの書いた方がいいよというのはいろんなところで言われてると思うんですけど、なかなか実行されないんですよ。そうですね。まあ理由としては面倒くさいだったり、そうですね、なんだったりあるんですけど。エンジェルカードにもね、ライってね、はい、書きましょうっていうのはありますよ。あありますか。見てもなかなかやらないみたいな。<laughs> そうですね。はい。ただまあ自分の ことなんで、面倒くさがってる場合じゃないような気はするんですけども。もこうん、なんでしょうね、書くことがね、なんかね。うん、なんかもう、本当それこそ向き合うことが多く。もう、その自体がね。うん。っていうことにもつながってると思うんですけども。うん、あの、本当に皆さん、ちょっと考えてほしいんですけれども。二百六十五かける三百七十二は、うん。書きますよ、私、筆算しちゃうよ。<laughs> あの、書きますね。書けばできますよね。書かなかったらどうなります?そ。その、ひっちゃかめっちゃかです。 できますかまずできないですこれが四番もやってないし四桁かける四桁なんて言ったら相当きついですよねそうですね紙と鉛筆があればやりますねなので何か問題をこう考えたり自分でやりたいことを考えるときに皆さん腕組みをされるんですよ考えますこうやってつまり書かないんですよ手を組む組んじゃう うん、だから 265×372 みたいなのを暗算できるぐらいまあちょっと言い方失礼かもしれないんですけど頭が回転が速ければインド人のように <laughs> 腕組みでもなんとかなるような気はするんですけどそれは書いた方が効率いいかなっていうね。<laughs> いいもう苦問式の人とかできるかもしれないけど <laughs>、はいまあ、とにかく書いた方が早いです効率がいいですよね。 自分の思いを何でもいいから思ったことをどんどんどん,どん書き出すんですまず書くで書いた後自分でもう一回見直すと、うん、あ私これとこれはもう終わったことだから気にしなくていいとか、うん、あの自分でツで消していくとかねそうですねこれとこれ同じことだからこれ消すみたいな、うん、そうすると頭の中の正義ができるんで、うん、それだけでものすごいセラピーになるかなって、うん、そうですねそれで消しきれないものに向き合えばいいんですよね、うん、そうですそうです、うん、あシンプルになってくるってことですね どん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 消していって、うん、あじゃあここなのねっていうのが分かれば対処できるだからもちろん深いセラあのことに対処するときに僕らセラピストのところに来ていただいてほぐすなんかあの複雑に絡み合った糸をね、うん、ちょっと一回ほぐしてそういう時ほぐれたところで自分で見つけるみたいな感じですよね、はい、なので、まあ、まず 今すぐにでもできることとして、うん、紙と鉛筆を用意して自分の思いを書く書,い、うん、書けと、はい、まずは write 書いいてくださいそれだけで本当に自分のことが分かりますから、うん、それだけで自分に気づけますから、うん、書いたもの全部見たらあれこれ全部昔親に言われたことだよねみたいな自分のじゃないやいたいそうそうそう気づくんですよ親の価値観だよこれっていうねだからそういうその 自分の中に答えがあることを自分で自分と対話する自己対話をするっていうことが、うん、もう誰でもできて、うん、すぐに効果があるものなので、うん、伝えていきたいっていうことで、うん、まあ講座の講師であったり、うん、セラピストとして活動しているってところです、ね、そうです、ね、とにかくまずは書くことがスタートですね。そそううですね紙とと鉛筆、うん、それでも書く内容というのは 例えばどううういふに案内すするんでか皆さんどうぞって書いてくださいっていうのは例えばどううういい誘導とか案内もちろん僕がセラピーをさせていただくときには僕が書くんですけれどもああそうかそうかお客様がおっしゃってることをその方が問題だと思ってることを書いていってそれについてまた質問して一緒に見返してこれですってましけどっていうはいコーチングいわゆるねそれをやってそれをほどいていくということですね あの今書くっていうことで実際私も今思い出したんですけども、はい、アランコーエンさんっていうとても有名なねスピリチュアルなハワイに住んでいらっしゃるアメリカ人の方で、うんはい、あのえっ、ー、とこの彼のワークワークで、はいえー、例えば、えー、自分が必要あの欲しいものを書いてくださいっていうのがあるんですんで一つ目はイーズイっていうのがあるんですね。はい、あの簡単に例えば、うん、今日帰りに美味しいものを食べて帰ろうとか、うん、何か自分に 変える範囲で、ほらあります人ってねいろいろ経済状態もあるんですけど何かこれをやったら自分がウキウキするワクワクするようなこと自分にそれをイーズイは一番簡単にできること例えばマッサージを受けるとかでその次がちょっとイーズイよりはあのちょっと奮発すればできることそれからえなんていうかな最終的にはね突拍子もないことですっていう3つをね分けてそれぞれに対して書いてくださいっていうのがあるんですよ。 なんかそれをやってると、うん、なんかすごくあ自分はこれをイーズイって考えててこれを突拍子もないって思ってるんだ、うん、あるいは本当は自分は何を望んでるっていうのが出てくるんですね。 喜ばせるためにあるいは自分が何をやったらウキウキするイージーで言うとすぐできることで3つあげたら何ですかとりあえずとりあえずって言っちゃだめなんですけども寝るあ寝るもいいですねちょっと疲れてるのもあるんでたっぷりたっぷり寝るとかねあとは甘いものが大好きなんで甘いもの食べるはいもうちょっとイージーにコンビニのアイスだったりもするんですけども簡単にねそれから3つ目うんそうですねあとは そうですね,そうですねパソコンが好きなんで、ええ、そのパソコンであのいつも見ているサイトがあるんでそこをまたを見に行く,に行くそれはもうすぐ自分をご機嫌にするっていうやり方ですねその次に、うん、それよりはちょっと、えー、少しよいしょって頑張ってやる楽しみ自分にそれをどんなことがやったら嬉しいかなみたいなそうですねすそれよりももうちょっとあれでって言ったらまあその気の合う仲間で ちょっと集まって遊びに行くだとかそうですねちょっと企画するっていうところはあるんですけどもまあ楽しいかなそういう会をね集まると人と集まる楽しいことをする2つ目は2つ目えそうですねっていう感じで今もねやっぱりこうやって今国定ゴールデンスマイルさんはあの 心の中に探すす旅を始めてまよねそんな感じを実際ただ言われただけじゃなくて本人に書いていただくというのがこれが大変面白いことで皆さん最初の「イージー」はすぐね実はすぐ叶っちゃうっていうか自分の願い望みっていうのが明確になるので「メール来ましたもうたっぷり寝たい」とか「本読みたい」っていうのは台風が来てくれて全部叶いましたとかんかそういう。 続々と報告が来るんです、うん、お子さんたちがね、うん、学校行ったり小さかったりお世話するっていうんでそれができなかった、うん、奥さんとかね、うん、それが台風のおかげで寝られたとかね、うんうん、今ちょっと脱線したようなんですけれども書くということについていろいろお話してきます。 で10分ぐらいということですね九分かはいそれでは、えー、時刻は間もなく午後五時四十六分三十秒になります FM 読壇ミラクルエンジェルズのキラキラパーリーをお送りしていますはいゲストには自己対話セラピストの国佐田ゴールデンスマイル哲夫さんをお迎えしています <laughs>、はい、どんどん名前が勝手に決められて決められてくし長くなるみたいな <laughs> はい。はい じゃあスマイリー哲夫さんね、はい <laughs> はい、スマイリーさんでよろしいですか, <laughs> かって、はい、<laughs> 本当に、あのーえー、さっき書くっていうことがね、うん、コマーシャルの前に大事っていうお話を、ね、してましたよね、うんあのー。自分の願いをはっきり現実化させるためにね、うんあのー、書くことってすごくいいですよっていう新月の願いっていうのがあったりしますよね。しますね新月入りをして、うん、そのの時間間間帯ににだいたい2日間ぐらいた日ら 願いい事を個書くとうねそれも何々になりますようにではなくて「なりました」とか官僚形で書いていくこれやっぱり潜在意識の力を引き出すような書き方をしますよねそうですねすごく単純な話で例えば赤いものを探してくださいって言われて自分の周りを見ると赤いものが見えるとそうですす見えまでも赤いものを探そうと思ったから見えるんだってそうです その時に黄色いものは何個ありましたって聞かれると分かた見てませんでしたみたいなだから見えてるのに見えてないんですよねあとこんなのありますよ私も経験あるんですけど、はい、妊婦になると妊婦の<ー>がいっぱい見えるんですはい、はい、妊婦じゃない時は妊婦さんの姿が目に入ってないのに自分がその妊婦さんになると街の中にこんなに妊婦がみたいな。うん そういういいこととですよねねあの自分と同じものを探してるみたいな、ねうん、だから夢を叶えるっていうとなんかすごく仰々しく聞こえるんですけども、ええ、例えばなんですけれどもあのそうですね、えー、結婚したいと思っていない人は別に何も普通に見えているフラットな世界なんですが結婚したいと思っている人にとっては、うん その結婚相手にななりそうな人が目につくんですよね無意識に探している無意識に対象を追ってるって感じ目が、はい、ね、うん、だからそのまあが自分の目標 <laughs> ゴールといったものを意識するだけで、うん、勝手に自分の体がそっちに反応していくだからそれを引き寄せっていうふうにも言えるしなるほどですね、うん、目標設定ゴール設定の必要性っていうのはそこにあるってことですね、はい、だからくくくさくても書く 面倒くさくても考える面倒、うん、くさくても自分と向き合うっていうのをやっていくと、うん、面白いんですけど叶うんですよ叶うね面白いぐらい、はい、面白いぐらいそうですね目標設定<で>、うん、それができてくると、うん、やらないと損ってわかるんですよねうん、うん、こんなにシンプルでそうシンプルなんですよ先ほどの,あの美香さんの中島美嘉さんの歌詞にもありますたけど、ね、疲れたら休めね、うん 頑張りたたいいななら走れみね私は今走った方がいいですか休んだ方がいいですかっていうふうに誰かに聞いたって答えなんか分かんない分かんないですねあなたは休みたいんですか走りたいんですか、うんうん、っていうところなんで、うん、本当に自分の中に答えを探しに行くってことが分かってくるとうん、うん、自分が何がしたいのかっていうのを自分に聞くっていうのが分かってくると、うん、ものすごくシンプルな世界。 に生きているってことに気がつくんです。気がつきますね。やはりこの引き寄せの法則ってね、皆さんあのやっぱりね、いろいろ本がね出ていたり、あのご存知かと思うんですけれども、シンクロって言ったりね、あの人は自分の思っていることあの波長波動がそれを引き寄せるということですよね。そうですね。だから目標設定ゴール設定をしていると、それを紙に書いて自分がしっかり 分かっていると、はい、それを引き寄せるってことになる。うん、そういうことですよ、ねあ。私はこれがやりたいんだって気づけば。うん、例えば、じ、あの。二日後の僕が何とかする。一、うん、週間後の僕が何とかするんですよ。と、うん、いうことですね。はい、それぐらい私たちはパワフルな。 そうです力を持った存在で、うん、潜在意識ってそのぐらいすごいんだよ自分ってすごいんだよってことですよね。で逆のことを皆さんや,、うん、あのやってしまいがちで将来に対する不安をいっぱい書き留めてるんですよ。そうじゃないですね本題はね本は <laughs> 不安書いてどうするとで不安をいっぱいいっぱい頭の中で準備してるから <laughs> 不安が見えるんですよ。うんそうね、で将来の不安を今何とかしようと思って頑張るんですよ。でも 絶対に何ともならないですよね。うん、そうですね、うん。将来のことは将来の僕に任せるしかないから。うん、本当にそうですよね。うん、よく、えー、まあ毎回そういうお話するんですけれども、はい、物を見たり考えたりするときにね、二、うん、つに一つだと。恐れから見るか、はい、愛から見るかってそこですよね。うんうん、そうですね。もう二つの一つ覚えのように私はいつでもそういう話するんですけれども、うん、恐れから見るとその不安心配、うん、恐れを引き寄せる。はい。 そこかからら見ているでも愛から見ていたら愛に関することしかやってこないですよね自分の周りもね人もねそのどちらを2つに1つだっていうのはそれはとても大きなね自分のそうですねなんて言うんですよねこれは私の座右の銘ですかね愛から見るみエンジェルアイズって言ったりしますよね。人のののの中にみんなこ愛愛があって以外も まあ、全部流していくっていうかね手放していくというかねそういうことがとても今お話を伺いながらまたそこに向,かいあ向き合っていきましたけども、うん、やはり国定さんのねセッションこのスマイリー国定さんの自己対話のセッション、はい、とても大変素晴らしいですねご連絡先電話番号を教えていただいてもよろしいですか そうですね。これは、例えば、どういう状態で、あ、そうだ。電話というよりは、あの、ブログの。はい。ティーダブログのタイトル。はい。哲学、哲夫で検索していただくと、すぐ出てます。もう哲学、哲夫で、哲夫は哲学の哲に。英雄の勇という字を書いて、哲学哲ちゃん。哲夫です。哲学。哲夫くんと歩むっていう、なかなか固いタイトル。のブログなんですがブログのタイトルがね。はい、そちらに、まあ、あの、連絡先なども書いてますので。よろしければ。 ダブログスペース開けて哲学哲夫んとかそういう感じで調べると出てきますね。でそうですねそうするとそこに連絡先なり全て入っているということですね。皆様要チェックですね。で私もエンジェルズの方の宣伝もさせていただいてよろしいですか。 天使にハミングというブログを書いていますでそちらアクセスしていただいてね、えー、検索ググっていただくと、えー、出ますシンプルですねそうです出ます <laughs> あの本当にエンジェルカード沖縄っていう風に入れていただくと出ます一番最初から1番目と2番目あたりにね、はい、なのでエンジェルカード沖縄で検索または天使にハミングでお調べください と,いうことで、ね、てっちゃんね、うんはい、今週来ていただいてまた来週ゴールデンスマイル、はいえー、哲夫さんに会えるっていうのがすごく嬉しいですね来週,来週のゲストもね、はいえー、てっちゃんで皆様、えー、もっともっとまたご質問もねメールも承ってます「はい、f m 読み m のホームページを開けていただいてそちらからのご質問のメッセージあるいはご意見お待ちしていますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。 時刻はまもなく午後6時前になってきてますけれども、今日の今週のね、えー、ミラクルエンジェルズの番組は今日はこれで終わらせていただきますので、どうぞ皆様来週までお元気でお過ごしください。はいはい、では、てっちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいで皆様また来週、お耳にかかりましょうね。